浜松市教委は過去5年間のいじめ重大事態の件数について市内の小中学校からの報告数が57件だったのに対し市教委が定義に沿って認定したのは18件だったことを発表しましたいじめ防止対策推進法では心身財産に重大な被害を与えたり相当な期間の欠席に至ったりするようないじめを いじめ重大事態と定めています浜松市教委が発表した過去5年間のいじめ重大事態の件数では市内,の小中学市内の小中学校からの報告数は57件でした一方で市教委が定義に沿って認定したのはこのうち18件でこの差について市教委は学校が軽微なものを重大事態に含めるケースなどがあったためとしています。また 学校からの報告にはないものの保護者からの直接の申し立てなどから市教委が重大事態と認定したいじめが7件ありました浜松市教委は重大事態と認定された18件のうち16件は解消済みとしているほか深刻化の恐れがある場合は従来の報告書の形ではなく個別に報告するよう学校側に求めたということです